中野です。今回は自分の愛犬とあとリオが来ました。で日本画は、三河とあと絵の具と水を使って描きました。で結構こういう金泥のところはその上をちょっと木登りとかしてきます。で日本画はいっぱい1番から13白まであるんですけど、白は普通の絵の具みたいな感じです。で1とかになってくると今度目が荒くてちょっと石みたいな感じなんです。それをこういろいろ使い分けながら描くのが面白い感じなんですけど、でだからこう細かいところはザラザラした、7番とか8番とかを使って描いて、で最後仕上げで今度細いので絵の具みたいな白っていうのを使って描きます。でこちらの方は、ちょっと竜の飛び出してる感じにしたかったので、ぐるぐるって今先に描いていって、前の方を出してるようにして、でやっぱりこういうところはツンとツンとこういうふうに作ってます。でやっぱりこうちょっと金を目立たせるために、この目の方をちょっとカリ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 する、なんか動物の角みたいな道具なんですけど、それをカリ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 使って、それを消して描いたりして。結構どっちも描いててすごく楽しくて、細かいのを描いてると結構なんか自分の気持ちが浄化されるというか、一応これはこう冬でコロナが早く収束するように考えたことがありました。あの細かいから大きいやつというか時間かかりました？大きい方がやっぱり時間はもっとかかります。バイオの半年とか。ワンちゃんはおとなしくしてました。これはあの 写真を起こして描いたの。やっぱりじっとしてない。なんかうろうろです。寝てるときはおとなしいんですけど、なんかやっぱりちょっとうろうろしちゃう。近藤千恵子と申します。前回の東京都美術館の時と今日は2回目で、こちらの会場は初めて参加させていただきました。私はこの2つの木の絵を描きました。こちらなんですけれども、これはウロボロスといいまして、アクリル画で描いたんですが、子供の時から鶏が先か卵が先かってずっと考えていて、この絵も生まれるものが先か産むものが先か、あと循環。でも循環からさらにまたもしかしたら新しい世界も作っていくのかもっていう思いで描きました。あとこちらなんですが、これは佐賀県の竹雄の大きいクスノキを見たときを思い出しまして、そのいるだけで見てるものがいろいろ感じていく、それを3000年とか確か経っている池なんですけれども、私もこれは、ワンダフォーワールド、ルイ・アームストロングの歌を聴きながら描いた木の絵なんですが、自分がこういうふうにいるだけで周りが幸せを味わっているっていうふうな存在でいたいなと思いまして、もし周りの世界が変わっていようとも私は私でいるっていうような、込めて描きました。はい、以上です。木が好きなんですか？木好きですね、やっぱ生命の木と大好きですね。あとは本当に普通のところでも木とどうも会話をしたくなっちゃう。木と木もあのコミュニケーションを取ってる、ね、そうですね、と思います。なんか、それとあとはあの今は少なくなったんですけど、数千年数万年の木があったんで、人間よりずっと古いですからね。そうですよね、それも本当にそう思います。意識も持ってるし、はい、なんか 木同士もちゃんと感情も持って、なんかいろんな形で助け合ってたりとか融合したりとか、今ちょっとそういうの出会いを楽しみに、散歩してます。また木を描き続けるんですか？木も描き続けたいんですね。はい、はい、ありがとうございます。黒川真美子です。題名は月道開くになってます。こちらは、ホーリングアウトでバッグを描きまして、でその上にまして花を、原花美人なんですけど、こちらの方を、貼って、作った作品となります。初めての作品なのでちょっとドキドキしておりました。以上です。
ちらのタイトルは月は満ちというタイトルにしました。月はないんですけども、でも月が照らされていて、でそこにボタンがあって、で、ボタンというと唐獅子を連想するので、こちらの方に唐獅子を2頭置いて、これからいい運が向いていくっていうことをイメージしました。以上です。それは展開の咲いてる花なんですか。はい、天界に咲いてる花なんですか。そうです、天界に咲いて、ここから地上の方に降りていくというイメージです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。アズール由美子です。パステルと切り紙のアートで2点出展させていただいています。今回はこちらの方は聖母マリアの絵なんですけれども、こちらの絵を通して子供を愛する気持ち、子供は世の中の宝なんだっていうメッセージを伝えたくて描きました。黒いところが切り紙で、色ついたところはパステルで描いています。でこちらのもう一つの絵は、新時代の幕開けっていうテーマの絵なんですけど、こちらの方は切り紙とやっぱパステルで作ってます。で、貼り絵もしていまして、友禅和紙っていう綺麗な和紙を使っています。はい、そうですね、これがリボンが7つあって、7つを緩く束ねているデザインなんですけど、はい、7つの国を表していて、7つの国や地域を表していて、世界が緩やかな温かな結びで結ばれる、温かな関係で結ばれる、そしてこうギュッていう厳しい結びじゃなくって、それぞれの人や国が自由を大切にして、個性を大切にして輝くっていう新しい時代、これから新しい時代だよっていうメッセージを込めて、このリボンに込めて作りました。はい、あと蝶々は、私の絵は蝶々を必ず入れてるんですけど、蝶々はなんか目に見えない世界からの応援を表したりですとか、そうです、あと小さなものを大切にしようとか、そういったメッセージを込めて蝶々を入れています。はい、でこちらは桜、ちょっと薄く桜の表現をしたんですけど、日本から世界を平和にっていうメッセージを込めて作りました。ご覧いただけましたら嬉しいです。ありがとうございます。